What? Get him, Luz. Get him. Get him. Hey, Emmanuel. Hello there. Good morning. How you doing? Very well. Good. Hi, Yuko. Hi. Okay. Talk loud. Okay.まずここまでの時点で一応ファイアプレイスをやり直しましたね。前はあのレンガのファイアプレイスだったんですけども、この後はプラスターをしてペンキになります。それから一番問題だったキッチンのここにあったウォールをやっとパーミットが出て取り外すことができまして、今日から本格的に始まってます。ドライウォールがもう入っているので、あとはまあ綺麗にしていくだけですね。あと What about it? 2 weeks?Week and a half? Yeah, about two week months. Week and a half? Week? 2 weeks. 2 weeks. 5 days? Roughly 2 weeks. Okay. Roughly 2 weeks or 4 weeks. So, hallway bathroom, more dry water, hide the mask. それから、こちら、ジャック&ジルのバスルームをつけました。ベッドルームの間にバスルームがあって、両方で共有する形ですね。こんな感じになってます。こちらも全て取り壊したものをドライウォール今日入ってますね。バスルーム、シャワー。 So, look at this one. They got all taken care of. こちら全部あの Rotten、mm-hmm. してましたね。Smashed that snake. Yes. はい。Absolutely. 直ってます。A new shower. Now, new shower, just ready for tile. Right. Then, ベッドルームを抜けて、こちらはですね、メディアルームになる予定です。まあ、メディアルームというのはテレビを鑑賞する専用の部屋という形なんですけども、ファミリールーム、リビングルーム以外に、メディアルームをこちらに作ろうと思ってますので、大きいフラットスクリーン TV が入っている部屋になります。カーテン上げるとビューは結構いいですね。はい、では1階に行ってみましょうか。Hang on. Okay.1階はマスタースイートになってますので、あのマスタースイートの方に行ってみたいと思います。こちらはマスタースイートの入る前の、まあ、ちょっとしたエリアで、あの、まあ、ビュールームとでも言いましょうか。こんな感じですね。はい、ビューがあります。 Watch your step over here.What's that? Watch your step. Oh, thanks. こちら、ワンベッドルームと、それから、ここがマスターベッドルームになります。そして、Wait. Is there a big closet? There's a closet. Let me see. Big closet. Huge.And こちらにバスタブが来ます。Which is right there. こちらにバスタブ、それから、こちらにバニティが来まして、ここは、シャワーですね。What about up there? これはシャワー、上から出るのと壁から出るのと、いろいろあります。That's ridiculous. And what's this? トイレ。Nice. Okay. So that's it. So far, moving so good.